はい、どうもルルです。なんか YouTube とかに上がってるなんか犬が反応する音っていうのがを見つけてっていうのを見つけてね、それを今回スモモにもやらせてみたいなって思って、反応するのかな、反応するのとあと首をかしげるみたいなのもあったから、ちょっとやってみたい。ゲイブレイスというわけで、あ、もう始まっちゃってますけど、これね、これあんま喋んない方がいいか、これ俺あんま喋んない方がいい、もしかしてこのナレーション。そう、これ音は鳴ってるんだけど、反応してるけどなんかあんまだね、無視してるよね、どっちかっていうとなんで俺ここに乗せてんだよみたいな顔してるし、ほら反応はするけど、まあはあみたいな。まあこれちょっとじゃあ床に下ろしてみようってことで、下に下ろしてみてやってるんだけど、ちょっと反応してる？ああでもね、そうでもないね、そうでもない、そうでもないね、この反応の薄さ、あんまリアクションせず。てかまあ音が鳴ったらそりゃそっち向くよねっていうねふと思ったんだけど、これ次はね、首かしげるのかな、その音源流してるんだけど、いやそれもね、特にだねこの子特にだね、ま、これ犬かな、本当に犬この犬の鳴き声の音を流してるけど、まあうん、なんかそっちをちょっと見るけどね、ちょっと音が鳴ってる方を見るけど、あーみたいな。なんか、もうピグンみたいな反応してほしかったな。まあ、スモモには、どうやら、お、でもこれちょっと反応してる。まあちょっと反応したけど、あー、そうでもないね。やっぱり。結局ね、やっぱりね、ちょっと気にはするけど、そんなことより早く遊べと。早く、我と遊べと言わんばかりの顔してるな、こっち向いて。あ、猫の鳴き声にちょっと反応したな。もしかして君は猫なのか？犬ですけどね。動物のなんか鳴き声みたいなところでは反応してるね。何？仲間がいると思ってるのかな？俺以外にも生き物がいるんだみたいな。もう一回、ちょっと椅子に乗せて、椅子に乗せてますけど。これ何の音？ただの環境音みたいな流れてくる。よしよし。もう、どんどん関心がなくなってきてるね。まあ、でも、そっちは向くんだね。音が鳴っている方を、これパソコンから流しているんですけども、パソコンの方ちょっと見てはいるかなという。これ、僕もちょっと膝の上乗せてみたんですけど。真顔。真顔。早く下ろせみたいな顔してる人に近づくと。ああ、真顔。もう全然反応しなくなっちゃった、もしかして。って感じだね。もう、薄いね。もう、限界来ちゃってるかもしれない。これが、すももちゃんの限界です。ね、これ、まあ、もうちょっと聞かせてみますけど。たくましい後ろ姿たくましくない、この小さい頭、そして首、背中けどたくましい。なんかちょっと怖い、びっくりした。僕もびっくりした、ちょっと怖かった今。こんな音まであるんだ。でも今のはスモモも反応したね、俺も反応したし、スモモも反応しました。仲良し。もう飽きちゃってるから、もう飽きちゃってるから、もうゴロンとしてます。そしてカメラ目線、カメラが気になる様子で、パソコンの方は向いてない、もうカメラの方あ、ちょっと、これはちょっと興味出てきたか、興味ある時の音と興味ない時の音があるのかな、もしかして好みの音というか気になる音みたいなのがあるのかな、スモモの中で。よしよし、撫でちゃう、撫でちゃうご主人。
ご主人も、スモモの薄い反応に飽きてきる様子これでもこれこの時ちょっとでも前かがみな姿勢を見せてます。一番興味出たのかな。そういうわけではない。ちょっと興味出ちゃってるけど、これ何に興味出てるのかな。もう音じゃないのかな。ああもう飽きちゃったわ。やっぱやっぱ違ったみたい。どうやら違ったみたいです。というわけで、犬が反応する音とか首をかしげる音を流したんですけど、このスモモちゃんは、あんまりでしたね。あんまり効果がなかったということで、やっぱり、そういう音を聞かせるよりかは仲良く遊んだ方が、楽しい様子でした飽きずにずっとこの遊びをこれからもします。